こんにちは、みーくん探検隊です。今日は神奈川県愛川町の高取山を登りました。スタートのところからどうぞ。登山口の看板の横にですね、高取山と武家山の鳥観図、こう楽しい絵の地図があったんですけど、そこでこの道が書いてるとこを見たら急な登りって書いてあって覚悟してきましたが、おお本当に急だわっていう登りになっております。行きます。よいしょ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 。急な坂でところどころロープが張ってあって登るのを助けてくれるようになっております。これから登るところなんかロープが続くぜっていうところです。よいしょ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 、とっ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 と、よっこらしょ、よいしょ、急な坂登ってきまして、ちょっと向こうが明るくなっているのでどうだろう。でも今までの経験からいくともう一段向こうあるだろうなと思いながら、明るくなっているのでどうなってるのかなって思いながら登っております。よいしょ、明るく開けているところに来ました。休憩コーナーと、まあ、展望台っていう感じでダムが見下ろせて向こうの、ま、山並みと町が見えるっていう感じですね。で高取山はやっぱり予想通りまだまだ頂上はここではなくてもっと向こうだということで看板が立っています。開けたところの奥になんかコンクリートのドーンと大きな四角い塊というかベースというかがありまして、特に説明がないんですけど、なんかいろんなものが引っかかるように鉄のものがあったり、こうここをまあ開けてるんでロープ通してこうダムの工事の時とかにね、あの滑車とか使って資材とか運んだのかななどと想像しますが、なんだか書いてないです。お、なんか程よい坂道、緩やかな坂道に変わりましたよ。尾根コースですね。ずっとこうだと歩きやすいけどどうかな。なんか立派な木がたくさん生えちょります。杉並木道みたいな、尾根コースずっと進んでますけど、杉がちょっと減ってきて広葉樹が増えてきたので、なんていうか人工林を抜けかけて天然林なのかなという感じですね。これはガマズミかな。よいしょ、再び出ました階段階段コースにまたなりました。
今ちょっと振り返ってみたらこっちにダム湖が見えて、湖が見えると、湖とかね、海とかね、そういうのが見えるとね、おって、ね、ちょっと嬉しい。じゃあ階段行きます。よいしょ。とっとっと。案内板があって半分ぐらいまで来たなかなと思ったらまだ半分じゃなりませんでした。宮ヶ瀬ダム 0.85 キロ、高取山 1.25 キロ、まだダムの方が近いというふうっていう感じです。行きます。頑張るぞ。林床に紫色のちょっと切れ目の花が咲いているのがちょこちょこ目につくようになってきましたが、多分これは猛毒のトリカブトではないかと思います。やっと半分まで来ました。ダムまで 1.05、 高取山まで 1.05、 まあ嬉しいようなこれまでの倍かっていう覚悟というかできました。再出発。頂上はまだですけれども、開けたところに来まして、電線の鉄塔が近いから、まあ、多分開けてるんですけど、こう電線と湖と青空と山の結構いい景色が広がっております。眺めのいいところを出発しまして、再び山頂を目指してスタートです。登りがまたきつくなってきました。しょうがない、頑張るぞ。落葉樹林帯でホオノキだったりクヌギだったりモミジだったり、葉っぱとあと地面にどんぐり落ちたあたり、いろんなもの見ながら歩いています。ここから左にカーブして、ここからは頂上っぽく見える感じになっていますけれども、多分まだだよねとは思いながら登っていきます。さっき頂上っぽく見えたところまでは登ってきました。で、こっちが高取山って書いてるので、やっぱり頂上じゃなかったなという感じですね。あと 0.45 キロメートル。時々ギャッジャみたいな鳥の声なのかなっていうのが聞こえてきたんですけど、入っているかな。超狭い子猫をすっきゅっていうところを、またじゃが鳴きました。なんだろう。子猫をすいきます。狭狭よいしょ、すごい急。すっごい狭い子猫をすが続きます。もし一歩踏み外したらと考えるとかなり怖い。
かなり怖い。両側すごい急坂です。崖今度こそ山頂に続く階段かなと期待して登ります。違ったらごめんなさい。行きますながらまだでした。新たな尾根コース、そして、先は見えなくなりました。すいません行きます尾根コース登ってきたらなんか杭が見えて、なんか最後のこのクライマックスなく静かに頂上ついちゃうのかしら、どうなのかしらと思ったらまだでした。これは水源の森林神奈川県という杭でした。でここから下ります。一遍下って登るのかという感じですが頑張ります。その後また登って多分今度こそクライマックスかなすごい下り、よいしょ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 。尾根の狭さがすごいです真ん中を木に取られてるとこうーっとこっちにとかあっちにとか避けなきゃいけなくてスリル満点ロープが張ってあるよ怖い怖いよいしょ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 ここもう崩れちゃってすごい狭くなってます。怖い怖い、よいしょ。よいしょ。怖い怖い、よいしょ。もうスティックを使うかロープを使うかでこう迷っちゃう。よいしょ、うんうん、展望台もある。頂上につくつく着いた頂上。高取山山頂着きました。素敵な頂上を示す看板も立ってます。高取山標高 705.7m、高取山山頂。休んで食事取れるようにベンチがいくつもあります。まあでもとりあえず展望台があるので登ります。展望台登りました。展望台登る前のところもあっち側は展望が開けてて、あの町が町と山の綺麗なパノラマが見えたんですけど、登ってきたら初めてこっち側が見えて宮ヶ瀬っ子が見下ろせて綺麗でいいです。
りの山が見えます。あれは仏火山。最初高取山と仏火山と行こうと思ってたんですけども、ちょっとこう出発がゆっくりだったので、だんだん夕方が迫ってきまして、あんまり見客っていう自信もないので、こう帰りの時間も考えると、今回は高取山だけにします。残念。文化さん、文化さんもそのうち行きたいな、はい、高取山登ってきました。こう登るのが、まあ、結構大変な坂道も多かったんですけど、ちょこちょこ林間からこう綺麗な緑だったり宮ヶ瀬湖だったり見えて、あと木の種類もいろいろあって、で落ちてる葉っぱもいろいろあって、なんかそういうなかなか楽しく歩きまして、そして登ってきたら期待通り素晴らしい展望台から素晴らしい展望が見えてよかったです。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。みーくん探検隊では神奈川県内の散策路や公園、山などを歩いて楽しんでいます。チャンネル登録をお願いします。また見てくださいね。バイバイ。